お、やっとお出ましか。待ちくたびれたぜ。俺一人で時間潰すのって苦手でよ。つぐみのことで話があるって言ってたけど、つぐみと何かあったのか？いや、そういうんじゃねえよ。ただ気になってな。ほら、あの子、普通のやつには少し難しいとこあるだろう。難しいって？俺みたいにベラベラ喋らない分、他人と仲良くなるのに時間がかかるって感じかな。まあ、無口なのは確かかな。俺は同期で付き合い長いし、あの子も気楽に接してくれるけど、他の連中とうまくやれてるか心配だな。まして今は俺と離れて新しいお仲間と一緒だろ。はぶられたりしてんじゃねえかって、夜も眠れないわけ。そんなことするわけないだろう。それにつぐみはちゃんとみんなと馴染めてると思うよ。そうか。ま、真面目なゆいとくんの言うことだし、信用して良さそうだな。なんか微妙にバカにされてるように感じる。あの子は俺と違って超いい子だから、しっかり面倒見てやってくれな。おふざけ抜きで頼んだぜ。ああ、分かった。任せてくれ。なんかちょっと意外だな。カゲロウって真面目に人の心配するようなキャラじゃないと思ってた。チャラチャラしてるように見えたけど、意外と優しくてしっかりしてるんだな。だとするとやっぱりあのことをカゲロウに聞いてみた方がいいかもしれない。なあ、カゲロウ。俺からも一つ話していいか。親父のことなんだけど。お？おう、何が知りたいんだ？世間じゃ、重ねが暗殺したことになってて。俺も、重ねがナイフを持ってるところは見たんだ。だけど俺、どうしても納得できないんだよ。本当は何があったのか。カゲロウは何か知らないか？悪いけど俺からはまだ何も言えねえ。そのうち話せるかもしれねえが、今は無理だ。頼む、カゲロウ。自分の父親のことなんだ。仮にカサネがやったんだとして、カサネにものっぴきならない理由があったのは確かだと思うけどな。だから俺はその理由が知りたいんだよ。理由を聞いてお前はどうするんだ？どんな理由があったからって許せるようなもんでもないだろう。それはそうだけど。だったらその話は横に置いておこうや。せっかくだからもうちょい明るい話でもしようぜ。結局話をそらされたか。でもあの感じだとやっぱりカゲロウは何か知ってるんだな。ところでユイト、単刀直入に聞くが、お前、海抜群の女性陣だと誰が好みなんだ？え？なんだよ急に。照れんなって。お兄さんに素直な気持ちを聞かせてみろよ。幼馴染の花火か、クールな重ねか、外面は可愛いグデアラか、それとも包容力の強化お姉さま？いや、俺別にそういうのは、あんまり意識してないっていうか。おいおい、なんだよ、照れ隠しとかじゃなくてマジなの？もっと煩悩持たないと人生つまらんぞ、青少年。そういうカゲロウはどうなんだよ。そういえばつぐみのこと気にしてるみたいだったけど。バカ野郎、つぐみちゃんはそういうんじゃねえの？俺とあの子は心が通じ合ったベストフレンズなのよ。男とか女とかそういうのを超えた熱い魂の絆なんだよ。要するに親友ってことか？俺的には好みのタイプとかよりそういう話の方がわかるかな。はあ、お前本当に僕年人つうかお堅いね。もっとゆるく生きないと息が詰まって死んじまうぞ。別に今のままでも困ってないけど。よし、決めたぜ、影
カゲロウ様がお前に遊びの何たるかをレクチャーしてやる。いや、別にいらないって。俺様の指導は厳しいぞ。今度会う時は栄養ドリンク用意しとけよ。んじゃな。いらないって言ってるのに、さっきは意外としっかりしてるなんて思ったけど、やっぱりチャラチャラしてるんだな。よう、来たか、ゆいと。ってことは遊び人の先輩である俺の教えを恋に来たんだな。いや、待ってるって言うからなんか無視するのも悪い気がして。そんなこと言ってん、本当は俺様に会いたかったんだろ。照れるな照れるな。よし、とにかく街に繰り出すぞ。ふぅ、なんだよ、初っ端からしけた面しやがって。遊びってのは楽しむ気持ちが大事なんだぜ。いや、言われるまま来たけどさ、いろいろやらなきゃいけないことがあるのに遊んでていいのかなって。いいか、よく聞けよ。これはただの遊びじゃない、お前を破滅から救うための大事なレッスンなんだ。破滅？いつも肩肘張って生きてるといつか限界が来るぜ。真面目なやつほど折れた時はダメージが大きいもんだ。だからお前もぐでやらかしろとまでは言わねえが、もうちょい肩の力を抜いた生き方を覚えるべきなんだよ。まあ確かに少しの息抜きは必要なのかな。よし、そうと決まりゃ俺様がセイランのプレイスポットを端から端まで案内してやる。え、おい、ちょっと待てよ。よし、次はカラオケ行くぞ、カラオケ。なんだよ、もうバテたのか。疲れた。端から端までとは言ってたけど、まさか本当に街中連れ回されることになるとは。しょうがねえな。じゃああそこで座って休もうぜ。やっと一息つけた。カゲロって本当に遊び慣れてるっていうか、人生楽しんでるって感じだな。そりゃ人生楽しまなくちゃ損だろう。そういう楽天的なとこは俺もちょっと見習った方がいいのかもな。楽天的ってのはちょい違うかな。本当のこと言うと、人生なんて大して楽しいもんじゃねえよ。だからこそ遊び歩いて現実逃避するわけ。ちょっと気晴らしすりゃそんな人生から目をそらせるからな。そういう風に言われると今日一日無駄なことをしてたような気になってくるぞ。そりゃ悪かったな。でも息抜きにはなっただろ。まあね、肩の力は抜けたよ、確かに。つまり現実逃避が必要な時もあるってことさ。特にいろいろ抱えて生きてるようなやつはな。じゃあカゲロウは何を抱えてるんだ。今の言い方、自分も逃避したがってるように聞こえたぞ。俺には何もねえよ、すっからかんだ。見ての通りのただの軽薄な野郎だよ。そうは思えないけどな。月から移民してきて2000年以上も生きてるなんて波乱万丈の人生だろ。それだけ生きてたら過去の思い出もいろいろあるだろうし、本当は悩んでることとかもあるんじゃないのか。はいはい、俺の話はいい。今日の目的はお前のストレス解消なんだぜ。ほら、さっさと次の店行くぞ。わかったよ、はぐらかされたってことは、やっぱりカゲロウには何か心に抱え込んだものがあるってことかな。どんな人生を送ってきたのかちょっと想像つかないけど、心の底では何を考えてるんだろう。なあカゲロウ、これからその時間があったらちょっとお茶でもしないか。
野郎にお茶に誘われるってのは新鮮だな。ましてユイトからなんてよ。なんでそんなに意外そうなんだ。そりゃそうだろう。結局俺はお前の父親の仇なんだから。今まで俺があれこれ言って連れ出したりしたけどよ、お前の方は内心わだかまりがあると思ってたぜ。確かにわだかまりはあるよ。前も言った通り、カゲロウがやったことを許したわけでもない。ま、そりゃそうだよな。でもだからこそ、カゲロウがどういう人間なのか、何を考えてるのか理解したいって今は思ってる。それにカゲロウとも街に出かけたりするのは結構いい息抜きになったしね。へえ、そういう話なら、茶なんて渋いこと言わずに俺がもっといいとこに連れてってやろうか。いいとこってどこに連れてく気なんだ。それはついてのお楽しみってな。いいとこって言った割にはずいぶん寂しい場所に来ちゃったけど俺みたいな奴の言うことをホイホイ信じてどうすんだ。あんなの嘘だよ、嘘。何のために俺をここに連れてきたんだ。お前、俺のことを理解したいって言ったよな。だったら話してやるよ。ここなら邪魔も入らない。聞きたいことがあるなら何でも聞いていいぜ。お前にはその権利があるだろうからな。そういうことか。じゃあ一つ聞かせてくれ。この間家族のために渡月を止めたいって言ったよな。ああ、何もかも渡月の計画を止めて、家族、娘の存在をなかったことにさせないためにやった。俺は2000年間それだけのために生きてきたんだ。まあそのあたりはもう大体話したよな。ああ、その話は理解できたよ。疑ってもいない。でもまだどうしても理解できないことがある。なんだよ。カゲロウはもう渡月の計画を止めて自分の目的を果たしたはずだろ。だったらなんで今そんなすっきりしない顔してるんだよ。お前って妙なとこで鋭いな。大した坊やだよ。まったくイノセントが過ぎるだろ。まだ何か隠してることがあるのか。そうだな。いや、今まで言ってきたことが嘘ってわけじゃねえんだよ。ただお前に言ってないことがあるとすれば、俺はもう燃え尽きちまったってことかな。燃え尽きたって、なんだよそれ。もう2000年経ったんだぜ。俺の家族も俺のいた世界も何もかもが遠い過去だ。全部隠さず言っちまえば、今の俺にはもう何もない、何も感じない。腹の底から空っぽなんだよ。たった一つの目的も果たした。今はただ無意味にこの世にとどまってるだけさ。亡霊みたいにな。カゲロウ、家族を失ったことは同情するよ。俺も同じだから。でもそんな言い方許せない。カゲロウは親父を殺した。俺の家族を殺した奴が燃え尽きたなんてふぬけてるのは許せない。言い方が悪かったんなら謝るけどな。それが俺の本心なんだ。聞きたかったのはお前だぜ。それとも今度こそ俺を殺したくなったか。いや、正直に話してくれてありがとう。話ぐらいならいつでもしてやるよ。差しの勝負でコテンパンにされちまった身だからな。さてと、んじゃ真面目な話はこの辺にして、今度こそ街に繰り出すとすっか。え、
今からか？切り替え早すぎだろ。この流れでよくそんな気になるな。最初からいいとこ連れてくって言ってただろ。人の話はよく聞いとけよ、ゆいとくん。いや、さっきは俺の言うことなんか信じるなって言ってただろ。さあさあ、今日はスオで大人のプレイスポットを教えちゃうからな。二人でブイブイ言わそうぜ。遊びは現実逃避なんて言ってたけど、本当はもともとただの遊び好きなんじゃないのか。おお、ゆいとか。悪い、ちょっとこれから野暮用があるんだよ。あ、そうなのか。わかった。じゃあまた後でな。カゲロウ、俺からしばらく姿が見えないな。ヤボヨってどこに行ったんだろう。おい、ユイト、妙な情報が入ってきたぞ。カゲロウが海抜軍本部で身柄を拘束されたとかなんとか。なんだって？どういうことだ？詳しい経緯はわからないが、スメラギ議長を殺した真犯人のこと、本部長も嗅ぎつけたってことかもな。それにしても動きが急すぎる。兄貴のことだから何か早まったことをする気かも。カゲロウがあっさり捕まるのもなんか変だし、とにかく何が起きてるのか確かめに行ってみるよ。兄さん、何やってんだよ。お前ができなかったことを代わりに果たしてやろうとしているだけだ。さすが本部長、思い切りがいいね。裁判なしで死刑執行とは気が短いことで。バカな真似はやめてくれ。こんなことしたって何もならない。邪魔はさせんぞ、ユイト。お前には覚悟が足りなかったようだが、私はお前のように甘くない。甘くないね。俺は正直あいつよりあんたの方が甘っちょろくてお優しいと思ってるけどな。減らず口を叩いてもお前の運命は変わらんぞ。自分の犯した罪を命で贖わせてやる。ああ、ぜひそうしてくれよ。正直そっちの方がありがてんだわ、俺としちゃ。なんだと？かげろ。俺も自分がやらかしたことのツケを払うつもりはあるけど、まあ生きて罪を償うってのも柄じゃねえし。それに俺はお前らのご先祖のヤクモと同じ時代の人間だぜ。長生きにも程があるだろう。だからもし本部長が引き金を引いてサクッと終わりにしてくれるなら、俺はあの世で感謝するぜ。今だ。銃を下ろしてくれ、兄さん。カゲロウは殺させない。ユイト、なぜその男をかばう？そいつを生かしておく理由など一つもないはずだ。たとえ息子としての私的な感情を抜きにしても、ジョー・スメラギという人間を殺した罪は重い。これからのこの国にとって必要な人間だった。その男は私たちから父親を奪い、この国から未来を奪ったんだ。ああ、分かってる。だからこそ殺さない。いや、殺してやらないんだ。カゲロウには自分が奪ったこの国の未来を新しく作っていく責任がある。それを果たすまでは死なせないよ。たとえカゲロウが死にたがっても、俺は絶対に許さない。だから頼む、カゲロウの命は俺に預からせてくれ。いいだろう。お前の考えは分かった。納得したわけではないが、今は任せる。兄さん、ありがとう。少しでも不審な動きを見せれば次はないぞ。ああ、肝に銘じるよ。
影炉。もしかして自分からわざと捕まりに行ったんじゃないか。俺はただけじめをつけたかったんだよ。本部長もお前の兄貴である以上、俺に父親を殺されたわけだろ。だったらお前にいろいろ話したみたいに、あの人にも一度面と向かって話を通しとくべきだと思ってな。あくまで穏便に話し合うつもりだったんだが、ま、成り行きであんなことに。いや、兄貴相手なら殺されるかもしれないって分かってたはずだ。さっきの俺の話なら本部長に撃たせないためのハッタリだぜ。まだやるべきことは残ってるんだからよ。でも半分は本音だっただろ。それはどうかね。ごまかすなよ。カゲロウは死にたいのかもしれないけど、俺がそうはさせないからな。さっきも言った通り、お前の命は俺が預かる。親父の命の分も生きて責任を果たしてもらう。ありがとうよ。お礼を言われることじゃないよ。死んだ方が楽だって自分でも言ってただろう。それでも礼を言いたい気分なんだよ。おかげで生きる理由ができちまったからな。もうすっかり空っぽになってほとんど幽霊みたいな気でいたが、お前は俺が生きてる限り責任を果たすと思ってるんだもんな。放り出して逃げるわけにはいかねえよな。かげろ。俺は過去だけ見ちまってたから、今目の前にある世界のことをちゃんと見てなかったんだわ。未来を作っていく責任か。ま、せっかくユイトからもらった尊い信頼だ。せいぜいあがいてやってみるさ。ああ、俺も一緒にあがくよ。それで、カゲロウが何をするか見届けさせてもらう。よし、それじゃあ手始めに社会貢献だ。ニューヒムカの経済活性化のために街で遊びまくるぞん。いきなりそれかよ。この切り替えの速さ、つくづく尊敬する。そいつはありがとうよ。さあ、朝まで遊び倒せ。